どうも、メダバ YouTube チャンネルです。今回の動画はですね、花よりミジンコというね、題名でやっていこうというふうに思います。まあね、周りを見渡せば桜の花が、満開な季節になっています。で、まあ春なのでね、気温、まあ水温の方も上がってきて、メダカの活性、そしてミジンコのね、活性もなんか上がってきてるような、そんな気がしています。動画のね、まあ、ミジンコに入る前にですね、少しね、自宅近くのですね、桜を撮影してみましたので、ちょっとね、まあ、メダカとね、関係ないんですけども、まあ、前回のこれからの動画についてっていうところでですね、まあ、お話ししましたけども、まあ、いろんな層の、視聴者がいますので、まあ、日本のですね、文化的なところで、すごく綺麗な桜をですね、まあ、堪能していただければというふうに思います。動画の方ですね、もう少ししたら始まりますので、はい、よろしくお願いいたします。桜はこう、短い期間ね、楽しむっていうところで、まあ、価値が高いんじゃないですかね。はい、ということで、たまにはこういうなんかふざけたというかね、動画をちょっと作ってみようかなと思って、ちょっとまあ丸くえ風に、作ってみました。どうだったでしょうか。はい、で今回ですね、このミジンコ、まあシーズンになってきてるので、まあまあサラリーマンさんとかですね、普段自宅にいない方ですよね。その方々が、まあ、日中も給仕できるようにやっぱりミジンコって大事だと思うので、まあ簡単に増える方法とかですね、検証していって、まあ、形にできたらと思うので、まあ、今回はですね、まあ面倒くさがり屋さんバージョンということで、1週間に1回給仕でどれぐらい増えるかっていうところをちょっと検証してみようかなと思ってます。で、最初にね、生クロレラね、と、PSB を、入れてる動画を流してると思うんですけども、こちらの、あと1週間後にもう一回撮影をして、で、その増え方とかですね、じゃあ1日1回がいいのかとか、例えば1週間に1回で済むのかとか、あとやっぱり3日に1回ぐらいの方が増えがいいよねっていうところを検証していって、行動、動画というか、なんですかね、形にできればと思うので、まあ、今回は1週間に1回バージョンを、お送りしております。ではね、1週間後の、チェックを、これから行っていきたいと思います。はい、それではですね、こちらが、1週間前に撮影ですね、前回した、ミジンコたちですけども、こちらの方が、生クロレラでね、試みた、容器3つなんですけども、まあ見た感じですけど、そんなにこうたくさんね増えてる感覚はまあないですね。1週間に1回というか、前回撮影した時に、生クロレラを少しね給仕したっていうところなので、まあそこまでの爆発力はやはりないかなと思います。多分少し増えたかなぐらいの感覚ですね。はい、次はね、PSB の方見てみましょう。PSB の方もまあ増えてはないかなっていうね感覚ですよね。たくさん増えたかって言われると、まあ最初の時とあんまり大差はないかなっていう感じですね。箱によってはまあ少し増えたかなっていう感覚はあるんですけども、全体通してはまあ1週間に1回給仕だとまあ物足りない増え方というか、このミジンコを給仕していくんだったら、ちょっと1週間ぐらいで、容器の数が多ければですね、すぐに、尽きてしまうという感じなので、まあ、やっぱ爆散させたいというところが、まあ、本当のところだと思います。はい。なので、次ね、3日に1回、今日から3日に1回やって、1週間目をちょっと、検証してみたいと思いますので、まあ、あくまで1週間っていう短いスパンっていうところなので、大体ミジンコちゃんたちね、増えるまで少しね、時間がかかると思います。で、
これがですね、とある方法で、増やしたミジンコなんですけど、こちらはね、また別の動画を作りたいと思ってるので、これはちょっと違う企画で、作ったというか、セットしたミジンコなので、それは次のね、いつかの動画で、ここからここまで増えましたっていうところを出したいと思いますので、また次回の動画もよろしくお願いします。今回は以上です。